お邪魔します。よろしくお願いします。じゃあちょっと挨拶しますか。はい、どうも、なぎです。島クリエイトでアスレチック作ってます。はい、ということで今日はね、ちょっとたまたま見かけたんだけど、本当に心よくね、コラボのあれを許可をねいただいたんで、ちょっと今日はお邪魔してます。はい、よろしくお願いします。で、最初作ってたマップがこちらだったんですけど、なんかあれですよね、なんか出来に納得がいかないって言って、ね、十分すごかったのに、なんかわざわざね作り直していただいて、なんかさらにパワーアップしてるみたいなんで、全解体した後、なんかマップやばいな、細かいな、作り直しました。はい、じゃあちょっと今日はアスレチック対決かな。そうですね、一回スクルトさんにタイムアタックの方ねしていただいて、そうですね、ちょっと賞金100万円でいいですか。そうです、100万円いいですか。100万円で、100万円で、あ、じゃあこちらからも100万円出すので200万円とか。ああ、じゃあいいっすよ。じゃあじゃあよろしくお願いします。え、すごい、待って、金の道具とか全部あるんだけど。あ、これパチンコ、実はパチモンなんですけど。はい、これパチモンなんですけど。ほんとや、ほんとや、ほんとや、なんかそれっぽく置いてあるけど金の道具ないっていうね。あ、これは鬼滅、ね、そうですね、ちょっとせっかくなんで、鬼滅ファン派手に。アスレチックのルール説明をお願いします。はい、制限時間は3分間で、はい、まあ、障害物とかいろんなギミックがあるので、それを乗り越えながらゴールを目指していただくという形になります。わかりました。3分か、よしですね。で、高飛び棒を使う場面があるので、まあ、OK、最初から、まあ、持っておけばいいですか。持っていただければ、OK、はい、僕がね、このドラを鳴らしたらスタートとなるので、よしじゃあまずタイマーを3分測ろうと思います。よし、行きます。とりあえずね、最初1回目挑戦。はい、で、僕ちょっとこっちの観戦席みたいなのを作ってるので。あ、実況してくれるんですか。そうですね。あ、追いかけてサスケ、サスケっぽくね、サスケっぽく実況できたらなと思います。行きます、行きます。じゃあ3分間タイム測ります。行きます。はい、いますよ、用意スタート。よし、ちょっとフライングしたかも。え、あ、大丈夫です、大丈夫です。わからん、わからん、わからん。まあ、ここはね、あの3択の道から好きなルートを選んで。遅いのか、遅いのか、どうだ。よし、よし、よし、よし。そこはただ飛び越えると見せかけて、まあ、見えない壁がね、あるので。そんなことできるんだ。まあ、そこら辺のギミックをね、後で説明できたらなと思います。なるほどね、こっちかな。え、待って待って待って、これ詰まったとかある。いや、俺信じるよ。そうですね、そこも2択の道になってるので、で、ここ飛び越えて、はい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 、いけるいけるいける、まだ余裕あるよ、進んでいただくの、まだ余裕あるよ。ちょっとこれ、これムカつく、これムカつく。これ先ほどと一緒の切り株で進んでいくって感じですね。よし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 。で、あ、で、この竹エリアがあのスクロットさんの、ね、動画を参考に。ありがとうございます、ありがとうございます。作らせていただいたところです。これこれこれ、よしよしよし。引っかからなかった、すごい。結構ね、すごい引っかかる人多いんですけど。ちょっと待って、マジわからん。え、待って。ここは迷路ですね、ここが迷路エリアです。よしよし、いいんじゃない、こっちでしょ。で、こっちでしょ。いやー、ちょっと、あ、そこをね、あー、噛んじゃった。そこを進んでいただくと、これちょっとやばい、遅いか。おっと、そっち拾われてやばい、そっち拾われてやばい、やばい。オッケー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 、いける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 。さて、ここもね、滝を背景に進んでいただく水上アスレチックですね。え、なんか書いてある、なんか書いてある。え、どういうこと。え、飛べない飛べない。マジか、こっちだ、こっち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 、やばい。あと1分、あと1分。ちょ、そこは見えない壁があるんで、そこだけ注意していただいて。はい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 、お、確実に進んでいきますね。まだ1分ある、まだ1分ある。ちょっとちょっと待って、ちょっと。さあ、そこが迷路エリア。さっきと違って結構大規模な迷路エリアなんで、どっちがゴールか分かんないっていうね。ああ、くそ、こっちね。ちょっと待って。ああ、こっちか。あ、いいですね。ほら、いけるいける。え、これ上かじゃないとの。くそ。そういうことですね。あと40。ちょっと残り時間1分切っちゃいましたよ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、先が見えん。ちょっと待って。これやばいっすかね、これ。ちょっと、まあまあ、まだ最短ルート通れば。あ、まあ、俺なら分かりますよ。最短ルート、こっちです。おお、お、これはいけるんじゃないですか。これ、ちょっと待って。あー、なにこれ、なにこれ、バランスボール。
お、これいけそうですね。マジっすか？いけるか？いけるんじゃない？これ一発目成功しちゃったらこれやばいかも。いや、すごいすごい、成功した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 、おめでとうございます。ちょうど10秒ぐらい残ったかな。すごいですね。結構初見でクリアできる人少ないんですけど。マジで初見っす、これ。すごい、びっくりした。やったやった、おめでとうございます。才能あるタンバリンだ。じゃあちょっとだけお待ちいただいてもいいですか？はい。いや、本当にまさか一発でクリアされると想定してなかったので。ちょっと動画のね、流れをぶち壊していく。お待たせいたしました。はい。これ生放送とかやってる時も渡してるんですけど、はい。アスレチックをね、3分以内でクリアした方に、おお、こちらの、おお、金のスコップ、金のスコップをね。やばー、これジョニーですよね。そうですね、ジョニー30回、30回とかもう、俺ジョニー最近ほったらかしてますからね、本当に。ありがたい、ありがたいです。こんな感じで商品もつけて視聴者参加型やってるんで。ちょっとナギさん宣伝をしてください。あ、じゃあこの機会に宣伝させていただきます。ミルダムの生放送で今回スクルトさんに遊んでいただいたアスレチックを視聴者参加型で行っております。ミルダムに行けばこのアスレを実際に遊ぶことができると。はい、そういうことですね。いや、もうこれやるしかないでしょ、もう。でしかも今後ね、遊んでいただいたアスレチックだけじゃなくて、まだ左側に空いたスペースがあるので。ですよね、思ってました。マップね、まだ左空きがあるんですよね。そうなんですよね。だからここもアスレチック増築していこうと思ってるんで。なるほどね。お、まだめっちゃできそうですね。そうですね、大規模になっていくアスレチックをぜひ皆さんと一緒に遊んでいけたらなと思ってます、はい、みんなぜひ概要欄に、ね、貼っておくのでぜひよろしくお願いします。ミルダムと YouTube 両方貼っておきます。ありがとうございます。 YouTube の方では普通に動画投稿したり、はい、アスレチックの作り方の、あ、それは参考になりますね。投稿していく予定なのでよろしくお願いします。はい、じゃあやりますか。そうですね、じゃあちょっとガチで対決していきたい。じゃあ対決していきましょう。思います。じゃあハンデどうしようかな。何秒ぐらいですか？そんな早いですか？じゃあ20秒でいかがでしょうか？そんなにいいっすか？20秒大丈夫だと思うんですけどね。大丈夫っすか？ちょっと放送事故にならない程度に頑張りたいと思います。なめてません？ちょっとやっちゃいますよ。20秒でね、こっちガチでいきますんで、もう動画の流れとか一切気にしないんで。はい、用意、はい、ピッ、よし、どこが入る、よし、やっていきましょう。俺は今回、あ、間違えた、20秒。何、忘れてた。あ、ごめんなさい、あ、やば。ごめんなさい、いつもの癖でスタートしてきちゃった。20秒の、待機時間持ってスタートしていきます。はい、それじゃあ用意、はい、スタート。はい、さっき見ました、一番左から行ってたんで、多分バレてた。ここが一番ね、早いんですよ。バレてた。はい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 、しっかりと相手のミスを。やばいやばいやばい。さあ、あと5秒でスタートできる。意外に早いな。20秒半でか。意外に早いな。やべ、もう一本道で足止めしとけば。さあ、20秒半で、これをいかに。迷路だよな、これ迷路なんだよな。そこでちょっとミスったらやばいっていうね。まあでもさっき一回やったんで。やべ、ちょっと引っかかっちゃった。おっと、おっと。いや、いけるいけるいける。やばいやばい、全然されない。やばい、来てる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 。落とし穴に引っかかってしまえ。だってやだ、マジで。ここ俺の得意コース。落とし穴に引っかかれば見つける。ここは俺の得意。あー、やってる。なんかピルルンって音が聞こえましたよ。気のせい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 。あれ、やばい、やばいやばい、来てる見てる、ちょっと待って、やばい、これはちょっと待って、本当に、あー、やばい。ちょっと生かせるか、生かせる、間違えた間違えた。よしよしよし、間違えた間違えた、もったいない。これ一本道でしっかりと、次こっちだ、こっちでしょ、こっちでしょ、よいしょ。おーいおーい、ちょっともうやばい、もうやばい。よしよしよし、ここはね、ここはね、まあ、確実にね。
これ右矢印、右上飛んだらもしかしたら追いつけるかもしませんよ。何どこ？これか？え、待って、あ、何これ？やべやべやべ、ミスった。ちょっと待って、ちょっと待って。いや余裕こいつたら負ける。じゃここの迷路あんまり覚えてないですよね、俺も。やべ、間違えた。あ、やばいやばい、やらかした。どこ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 。ちょ、俺も道間違えてるんですよね、たまにまだ。ちょっと待って、どこか。あ、こっちない。上から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 。よし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 。ちょっと待って、やばい。え、だ普通にさっきより遅いんだけど、俺。あれあれ?1 回目、こんな。1回目あれだけ早かったのに。やばい、これって、なんで俺1回目クリアできた。もっと、これもしかして。やばい、ちょっと待って、もう、まあ、か勝ちとかそういう以前にね、クリアできないです。よし、あ、いける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 。あー、さっきより遅い。危ない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 。20秒のハンデで普通に負けちゃったなぁ。いや、20秒、いや、30秒にしとくべきだったか。いや、くそ。くそ。じゃあ、ちょっとこの100万円はね、差し上げますよ、もう。いや、ありがとうございます。はい。いや、自己ベストがね、多分、30秒残しとか、そこら辺だったんで。そんな早いんだ。そう考えると、めちゃくちゃ早かったんですよね。あの、スクルトさんの最初のタイムは。なんでだろう。びっくりしましたね。落とし穴にも引っかからなかったし、迷路もスルスル、ね、確かに確かに確かに。いやー、楽しかった、めっちゃ。いやー、ありがとうございました。ちょっとね、僕も、はい、視聴者さんも本当に遊びに行ってください。これはドキドキでした。え、てかこれ岩さ、はい、全部一箇所集めるのってめっちゃ大変じゃない？これ結構実は楽なやり方があって、はい、柵を使えば結構簡単に湧き潰しってできるんですよ。そうなんだ。こんなに綺麗に並べられるんだ。今日もね、毎日お金集め放題ですね。金鉱石も掘り放です。これのやり方とかもね、あの動画作ってるんで全部動画で好きあれば見させようとする。好きあれば宣伝していくスタイルと、いや、ありがとうございました。すごい、ありがとうございます。本当に、いや、まさかね、スクルトさんに遊んでいただけるようになると思わなかったんで。いや、これはマジで面白いっす。びっくりしました。もうこことかね、まさにスクルトさんの動画参考に、ね、これ嬉しいね。これ、タカトイボを飛んだら落とし穴に引っかかるっていうのを今初めて知りましたもん。生かして合わせ技ですね。なるほどね。ここでアイテム開いていただいたら分かるんですけど、あ、本当だ、靴置いてあるじゃないですか。本当だ。ちょっとはしごを持ってますか、今。はしご持ってます。ちょっとはしごで上上がっていただいて、でここジャンプできますよね。はい、ジャンプできますよね。ここジャンプできないんですよ。あ、間に家具が置いてあったら、うんうん、その、なるほど、一マス空いててもジャンプができないっていう、そういうことか。でちょうど見えんとこに置いてあるんだ。こことかも飛べないんですよね。これはちょっと下でバレやすいんですけど、知らんかった。適当にやったら生きてた。そうですね、意外とスクルトさんここら辺でも引っかかってなかった。これ何なんですか、これ。これ僕もいまいち仕様理解してないんですけど、それ反対側から戻ってきてみてください。あ、戻れない、戻れないんです。え、なんでだろう。一方通行なんですよ。なんでだろう。下向きから上向きに行けるこの見えない壁の斜めジャンプはいけるんですけど、はい、上から下は飛べないっていう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。おつると。